皆さんこんにちは、理学療法士の宮島優です。今回は肩関節周囲炎の治療ルーティンを紹介したいと思います。まずはじめに僕の簡単なプロフィールなんですが、これまで整形科クリニック、総合病院整形科クリニックと勤務してきました12年目の理学療法士です。これまで学会発表をさせていただいたり、論文を書かせていただいたり、セミナーの講師をさせていただいたり、また分かりやすく伝えるっていうのをコンセプトに Twitter で情報発信をさせていただいてます。今回は肩関節周囲炎の患者さんに対してですね、僕が普段どんな治療をやってるかっていうのを紹介していきたいと思います。肩関節周囲炎のですね、評価ルーティーンみたいな動画を以前出させていただいた時に、やっぱり結構好評いただきまして、治療の方も見たいですっていうような声をいただきましたので、今回撮影させていただいてます。肩関節周囲炎ですね、もちろんいろんな病態があって、病気もいろいろあってですね、原因もたくさんあるので、肩関節周囲炎にこの治療だけすれば大丈夫みたいなことはもちろんないんで、評価が大切っていうのはあるとは思うんですけど、実際にやっぱりですね、まだ全然慣れてない頃とか、どういった治療すればいいのかなっていう形で分かんない方って結構多いと思いますので、肩関節周囲炎で結構多いですね病態に対して、僕がどういう評価をしてどういう治療をやっていくかっていうのを、この後実技でですね、紹介していきたいと思います。この後もう全部実技で紹介していきますので、一通り見ていただけますと、肩関節周囲炎の患者さん来た時にですね、どんな治療すればいいんだろうっていう形で困ったりすることなくなると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。肩関節周囲炎の治療ルーティンの僕の一つ目としまして、やっぱり大事になってくるのがこのオブリゲートトランスレーション、骨頭の前方変異っていうのを良くしていくっていうのが肩関節周囲炎ですごく大事かなっていうふうに思います。骨頭が前方変異してしまうと、その前方変異したせいでですね、インピンジメント症候群みたいな形で骨と骨が衝突してこう痛くなってしまうっていう方がやっぱりすごく多いなと思います。なのでこのオブリゲートトランスレーションをまず改善していくっていう治療方法をいくつか紹介したいと思います。一つ目の前にですね、まず治療ポジションなんですけど、患者さん側外になってもらって、治療する肩の方を上にしてもらいます。で、肩関節を、90度屈曲できる人は90度屈曲位にしてもらって、でその状態でこうちょっと水平内転になるように、こう腕をこうやって下に下げていきます。でこの下げたところにこうやって枕とかですね入れてあげて、この枕抱っこするような形で腕こうやって持っててくださいみたいな形にすると、肩関節屈曲かつ水平内転移にすることができます。水平内転移にすると骨頭が後ろの方にこう出てくるようなポジションになりますので、まずはですね、肩関節屈曲90度ぐらいにして水平内転をするっていう、このポジションを取ってもらいます。でこの水平内転をするポジションを取ってった上でやっていくのが、曲下筋と、小円筋の、ストレッチに、なります。ストレッチの方法としてはやっぱりダイレクトに触ってこうやって動かしてダイレクトにストレッチをするっていう方法を僕は、取っています。曲下筋どうやって触るかなんですけど、曲下筋は簡単ですね。曲下筋は肩甲骨こうやって触ってもらって、ここに下角があって、ここに内側があって、でここに肩甲極がありますね。肩甲極触ってですね、下のところに曲下筋、あります。僧帽筋もあるのでですね、ちょっと注意が必要なんですけど、肩甲極の下の部分でですね、ここにある表面の膨らみよりちょっと下の部分のこの辺りで曲下筋触ることができます。なのでこの辺りのとこ、こう指当ててもらって直接こうやってほぐしたりとかですね、そういった治療とかが、まずは大事になってきます。ただですね、実際結構やっぱり多いのが、曲下筋ももちろんなんですけど、曲下筋のやっぱ小円筋が硬くなってるっていうケースが非常に多いです。小円筋ですね、後方の関節包にも付着してたりして、この小円筋が硬くなるとやっぱり後方全体すごく硬くなってしまうっていう方がすごく多いので、この小円筋をしっかり触って小円筋をほぐしていくっていう治療が結構大事になってきます。じゃあその小円筋どうやって触るかなんですけど、肩甲骨こう下角あってですね、下角の方からこうやって出てくるのが大円筋になります。でその大円筋ではなくですね、こう肩甲骨こうやって触ってった時に、こっちの外側の方ですね、外側縁の大体この半分より上ぐらいのところで結構触りやすいです。なんでこの辺に大体あるだろうなって当たりはつけた上でですね、僕は結構曲下筋からこう触ってます。で曲下筋は触りやすいんで、さっき言ったように曲下筋を触って、
で下の方にですねこっち方向に指をずらしていくとあれ極下筋じゃないなって筋肉が触れます。でその極下筋じゃないなって筋肉をこうやって触っていくとさっき言ったですね肩甲骨の外側縁の大体真ん中ぐらいのところに行きますので極下筋を触って小円筋方向のところに指をずらすと触ることができます。でこれ痛いですやっぱり結構でこうゴリゴリしててこう硬かったりして明らかに極下筋と触った感じがちょっと違ったりしますんでそういう感じでも判断できるかなと思います。でこの状態で、屈曲水平内転移で患者さんが痛くない程度に、小円筋をほぐしていくっていう治療を結構やっています。でこの小円筋が柔らかくなるとやっぱり結構可動域も良くなりますし痛みも楽になったっていう方結構多いのでこの小円筋の治療とかはやっぱりすごくできるようになるといいと思いますのでこれはぜひですね自分の肩とか触ったりとか誰か練習相手探してもらって触れるようになってもらえると結構いいかなと思いますので、まずこれぜひやってみてください。肩関節周囲炎の治療の2つ目ですね。2つ目はやっぱり肩甲骨のストレッチになります。で肩甲骨のストレッチの目的としてはさっき言ったオブリゲートトランスレーションですね。肩甲骨がですね外転移こうかって感じでこう前を向いてしまっている方とかは特に骨頭の前方変異が生じやすいです。なのでやっぱり肩甲骨のこの外転っていうのをしっかり内転方向にストレッチしていくっていうのが治療で大事になってきます。やり方としては腕の方がこう横に置いてもらってでこの状態で肩甲骨を外して内側に、こうやって寄せていくっていうような、ストレッチ方法になります。でこの時に結構大事になってくるのがこの腕ですね。腕がこう伸展位になってしまうとこれ骨頭がこう前に出てしまっているのでこの状態でこうやってやっても結構痛い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 っていう感じで患者さん痛がったりするんですね。なので腕はしっかりここで固定しておく。できたらこう脇の下とかにですねこう腕入れてもらって上腕骨はここで固定したまま肩甲骨を内側にストレッチをする。で肩甲骨を内側にストレッチしたら今度はじゃあ体ごとひねっていきますねっていう形で体幹ごと回旋のストレッチをする。でその時にもやっぱり腕がこっちに来てしまうとこれ肩痛くなってしまいますので腕がちゃんと後ろに行かないように止めたままですね体幹の回旋のストレッチを、やっていきます。でこれも、患者さんにストレッチするだけじゃなくてじゃあ一緒に内側に寄せてみましょうみたいな形で内側にグイッグイって感じでじゃあ力入れてもらっていいですかって感じでこうやって腰頸筋とかですね僧帽筋のチューブ繊維のトレーニングっていう形でこうやって訓練してもらうことも大事になります。ちょっと何回も言ってあれなんですけどこの自動運動の時も結構こう力を入れていく人がいます。肘を後ろに下げてこうやって寄せていくっていう人も結構いますのでそうならないようにですね注意しながら肩甲骨だけ内側にこうやってするように力を入れてみてくださいっていうことをやったりすると結構効果的です。特に痛みが強い時期の方ですね、上腕骨動かすのはものすごく痛いっていう人とか、あとは腱板断裂の人とかで、ここはあんまり治療しないでくださいっていう風になってる時期なんかは、やっぱりこの肩甲骨に対する介入がものすごく大事になってきますので、この肩甲骨の内転、あとは後傾の動きを出すために、ここの肩甲挙筋をこうやってほぐしたりとか、あとは前方にある小挙筋をほぐしながら、肩甲骨の内転や後傾ですね、肩甲骨の後傾という動きをこうやって出していくっていう治療が結構大事になってきますので、こういうのもぜひできるようになってもらえるといいかなと思います。肩関節周囲炎の治療ルーティンの3つ目ですね。3つ目は肩関節のストレッチになります。実際個別に筋肉をこうやってほぐしていくっていうのもやっぱり大事なんですけど肩関節自体のですねこう関節運動を伴ったストレッチっていうのも非常に重要になってきますのでこれも結構よくやっています。やり方としては肩ですねこうやって矯正していって90度までいかない人に関してはそんなに頑張ってやんなくていいかなと思ってるんですけどこの直角を超えるぐらいの肩ですね、だけどこれ以上はいかないみたいな人とかはこうやって腕上げてもらって限界まで上がったところでここの腕に肩を乗せてもらってここで保持をします。でこの状態でもやっぱストレッチになってますしでここの時に硬くなってるであろうですね小円筋とか
あとこの C だと大円筋とか広背筋もですね、この辺りを通ってまして、このようなの筋肉もですね硬くなってますので、こう腕を上げて戻して上げて戻してっていう風に繰り返すと、あ、どこの筋肉が突っ張るのかなみたいなのがこうちょっと分かったりします。もし大円筋とか広背筋が硬いなっていう風に思ったら、ここをこうやってほぐしながらこうやってストレッチをしたりとか、やっぱりこっちの後ろが硬そうだなと思ったら小円筋をこうやってストレッチしたりとかですね、あのそういう感じでグーっていう形でストレッチをあのやってます。でこのストレッチはですね、主にやっぱり拘縮型の人に対して僕結構、よくやってます。拘縮型の人の特徴としては、あんま別に痛くはないんだけど上がんないんだよねっていう人が結構多いんですね。なんかこう痛くて上がらないじゃなくて、痛くはないんだけどこれしか上がらないですみたいな人とかに対しては、もうとにかくこうやってグッてこうやってストレッチして、でここをほぐしながらグーってこうやってストレッチをしておくっていう治療をあの結構やってます。もう拘縮してしまったですね、関節包とか筋肉とかっていうのは、簡単なこういうヒュヒュとか治療とか筋収縮をヒョイヒョイって入れたから良くなるってもんじゃやっぱりないんですよね。患者さんが痛くないところまでストレッチして、グーってこうやってストレッチをやっていくっていうのが結構大事になってきますんで、特に拘縮型とかの人とかはすごく効果的な治療かなっていうふうに思ってますんで、こういうストレッチとかもぜひやってもらえるといいと思います。肩関節周囲炎の治療ルーティンの4つ目ですね。4つ目は棘上筋の訓練ですね。もちろん棘下筋とか肩甲下筋とかもやるんですけど、まあ、今回はちょっと棘上筋の訓練をちょっと紹介させていただきたいと思います。棘上筋の訓練の方法としては、もちろん肩関節をこうやって外転させるっていう運動になります。ただ棘上筋もですね、外転プラス外旋に働くっていう繊維と、外転プラス内旋に働くっていう繊維がありますんで、肩の外転を促していくときに、じゃあ手のひらをこうやって上に向けながら、上にこうやって持ち上げる、で下ろす、で上に持ち上げる、下ろすみたいなのを、やってもらえるとよりいいかなと思います。でその時にここの肩甲骨の上にある棘上筋のあたりとかを指で触ってもらいながら、はい、力入れてください、でここに力入れる感じですねとかっていう風に指導しながら、やったりとか、あとはここに肩峰があって、ここに上腕骨がありますので、上腕骨がしっかり肩峰の下にこうやって潜り込むかなっていうのを確認したり、手で実際に止めたりですね、上にガッていかないようにここに止めたり押し込んだりみたいなのをして、こうここがちゃんと滑れっていうのをこうやって意識させながら、はい持ち上げて、はい戻す、はい持ち上げて戻す、はい持ち上げて戻す、じゃあ今度ですね、手のひら下に向けたまま持ち上げて戻す、はい、手のひら下に向けながら持ち上げて戻すって感じで、内旋外転、外転外旋みたいな感じで両方の繊維がしっかり働くようにですね、この棘上筋の訓練っていうのをやっていきます。そうするとここの肩関節の上の部分ですね、この肩峰下って言われるところの滑走訓練にもなったりしますので、特にやっぱりインピンジメント症候群になってるなとか、シュラグサインって言って腕を上げてった時にこう肩甲骨ごとガッて上に上がってきちゃうなみたいな人に関しては、やっぱりしっかりこの棘上筋の訓練とか、ここの滑走を促すような訓練をやっていくっていうのが大事になってきますので、まあ、そういう方いたらですね、あとファーストの外旋が硬い人とかも結構効果的です。ファーストの外旋が硬い人とかも外旋させながらの挙上みたいなことをやってると結構滑走が出てきて楽になるっていう人結構いますので、まあ、そういった方とかにその滑走を促したり、この棘上筋を促さなきゃいけないっていう人に関してやるとすごく効果的な治療になると思います。では以上ですね、肩関節周囲炎の治療ルーティンを紹介させていただきましたが、もちろん評価あっての治療になりますので、まずですねしっかりと評価していただいた上で今回の治療を試していただければいいなと思います。この動画がいいなと思ってくださった方はチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。 Twitter もやってますので、ぜひフォローしていただけますと嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。今うちの会社でメインでやってる授業が整体とピラティススタジオっていうのがあるんですけど、こちらでスタッフを募集しています。特にピラティススタジオの方はこれから100店舗を目指していくんですけど、まだ今店舗が少ない状態なので、今から入った方でもどんどんマネージャーとか管理職の方を目指すことができます。海外でも事業展開をしていく構想があるので、英語が喋れて整体とかピラティスやってもいいよっていう方は優遇しますんで、ぜひ来てください。具体的には、概要欄に整体のリンクとピラティススタジオのリンクを貼っておくので、そちらに登録して、
詳細を確認していただければと思います。海外希望の方はどちらかの LINE で海外希望を伝えてもらえれば検討させていただきます。まずはお気軽に登録してご連絡いただければと思います。